いやー迷っててさ、藤木くんの家作ろうと思ったんだけど、どこに建てようかなと思って。そう、藤木くんどこに並べようかな。ここでもいいけど、まあ、向こう側でもいいけど、藤木くんのために場所をね、整地しようと思ってさ。そう、整地しないことにはね、建てらんないからね。まあ、こっち側でもいいんだけど、悩ましい。あとはね、ここの壁ももうちょっと後ろにちょっと掘って、壁画をねやりたいからね、ここもちょっと高さ積み上げて、もうちょい奥まで掘ってでやんないとかなーって。わためそういつも整地してんのよ。え、そらちゃんが走ってる。藤木くんどうしよっかな。この家とかって残しといた方がいいのかな。藤木くんどうし、これここ削っていいかな。いやこれね、多分誰のもんでもないと思うんだけどな。え、一番ねねちゃんの別荘なの。藤木泣いてたよ。マジか。早く家作ってあげないと。いや、あそこからさ、藤木くん持ってくんの、雨降られたら、一瞬でお亡くなっちゃうのかな。大丈夫なのかな。あ、看板がついてる。あ、これ。あ、これ、メン先輩の別荘や。あ、メン先輩の別荘だ。え、じゃあどっかに、ねねちの別荘が。こっちかな。そう、藤木くんって雨降られたら一瞬でお亡くなっちゃうんだろうか。ちょっとは耐えるのかな。HP みたいなのあんのかな。あ、HP あるけど、そんな持たない。なるほどな。これ、連れてくのは怖いよね。あんまり遠い道怖いね。え、どうしよう、みんな、どこがいいと思う？一応、ここね、この高さで壁画作るんだけどさ。裏に作るか。こっち側？え、地下に連れて行く。藤木ロード、栄光の藤木ロードを作る。いや、藤木くんのあれ、ユーフィーと一緒に作った方がいいかな。とりあえずじゃあここを整地しますかな。で、壁画進めながらユーフィーの体調回復を待ってって感じにするか。ね、藤木くんの家の上にね、イオフィーがね、座ってる設計図、今作ってくださってると思うんだけどね、それが出来上がったらぜひイオッピと作りたいね。藤木イオフィーハウス。